はい、おじでーす。さあ、今回はね、楽天モバイルの話題です。ね、先日話題に出した、スタートアップ企業応援キャンペーン。ね、視聴者様の反応はとても厳しいぞっていうことで、ね。で、楽天モバイルが企業向けに出した。ね、で、しかも6ヶ月分無料でって、この時期に出した。大丈夫？しかもプラチナ回線もまだないのに、企業向けに出している。大丈夫ってね。で、内容も安いわけではない、ね。で、企業にとってこの無料っていうのがありがたいかっていうと、そんなありがたいものではない。企業は企業で、お金は経費で落としてるわけだからね。逆に落とさないと都合が悪いので、別のプラスアルファの方になんかなるものを考えないと、企業に対してはね、こういうのでつろうと思っても、耳っちい話したんで、無理じゃないのっていうね。で、まあ、端末を買わなきゃなんないっていうね、もうみんな起業してる人は端末持ってるからそれ買うのが条件とかすごいしょぼいし、あと楽天リンク使えばね無料になるようにしたって、そんなもん使って企業がやってたら取引できなくなっちゃうからね、信用問題だからね、だからおじいも前言ったように、業者がね電話しても、その営業の子たち楽天リンク使ってると何言ってるか分かんないから、だってお客さんとしてだって話聞きにならないもん、ほんと070これ楽天の番号でしょってね、ちゃんとこう会社勤めしていて営業をやっていてそれで楽天モバイルを使うってダメだと思うよ。お話しする気にならなかったもん、何言ってるか全然分からないし、だからこっちと言ってることもちゃんと相手に伝わらないし、だからもうそのお話は流れちゃうよね。もうもういいですって感じでね。だからそんなこんなの楽天モバイルを仕事に使ってはちょっと考えられないなって思うけどね、個人的にね。はい、じゃあ前回のこちらの動画にねいただいた皆さんのコメントを見ていきましょう。まず、ゆうすけさん。そもそも仕事で楽天リンクなんて使えないよね。全く魅力ないよね。そうなんです。ね、で、また、商売は商売でね、その普通の電話を使ったって、その他のちゃんとした回線、かけ放、普通のところのかけ放使っても安いわけじゃん。なんだっけ、日本通信の合理的かけ放にしようが、他のところにしようが、その、時間制限のないかけ放、ちゃんとした電話のやつを使ったとしたって、経費がすごい抑えられて、ちゃんと仕事ができるわけじゃん。そうでしょ？だからね、楽天リンクを使うメリットっていうのがどうやるのって思うんだよ。ね。それをまた売りにして、なんかこう、こういうのを準備を進めて、今の時期に無料だよってやる、その人材、それに動いてる人材とか経費とか、そこら辺をもっと別の方に回したらどうなのって、そう思うんだけどね。つまんないことするよりね。はい、キミタンね、足大事にしてくださいね。ありがとうございます。ここね、よいしょと、昨日楽天リンクで、お得意様かなに電話したところ、相手から、もしもーし、あれ、プチ切れちゃいました。もう一度楽天リンクで電話したら一般の電話に切り替わり有料になっちゃいました。法人プランキャンペーンを応援してる場合じゃないでしょう。ね。そうなんだよ。本当ね、こんなもんなんだよ。ね。得意先に連絡してもね、もしもーしってプシッて切られちゃうって。おじいだって逆のパターンあるもん、切っちゃうの。ね。もしもーしって何言ったって通用しないから。ね。ダメだね。あと、楽天リンクのサポートもたまにそういうのがあるよね。まあわざとやってるのかもしれないけど。はい、77リッターさんね。楽天一択ではなく、他3社とも総見積もりをするはずですし、他3キャリアは携帯回線だけではなく、オフィスのビジネス本、回線含むも絡めて提案すると思いますので、楽天の営業力では勝てないと思います。さすがだね。そうだね。うん。ちゃんとビジネスはビジネス向けで、
しっかりとそういったものも絡めてやってくるよね。だ楽天やっぱね考え方が甘いんだよ。で企業何年以内で小規模でっていうけど本当になんかだからそれこれに知られるようなそんな小規模のところじゃ先がね見込みがないんだよ。起業するのにね昔の時代なんだけどホームページ自社のねホームページ作るときにフリーの無料のやつを使うとバナー広告が出るんだね。でもタダで使えるしってね、ここは容量何ギガまでとか無制限とかこういろんなところがあったけど、そこで起業する人たちもその無料のやつを使ってるとバナーでみんな お客さん取られちゃうからね、ちゃんとお金を払って自分のところの情報でヒットして見に来てくれた人を自分のところの書いた記事の内容を見てもらってそこから注文もらわないと、あれこれいろんなものがパカ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 ってね、なんかうーって気がしてみんな ポチってそっち行っちゃうからね。だからビジネスチャンスっていうのを逃しちゃうんだよ。だから本当ね、さっきの話もそうだけど、せっかくのお客さんとつながってもプチって切られちゃう、そして他に行っちゃう、ね、ビジネスにとってこれはもう致命的なんだよね。本当ね。はい、そんなわけでね、ありがとうございます。はい、おさん、楽天モバイルって個人の方のご契約に限ります。法人での契約は受けたまわっていませんだったはずなのに、そこまでして回線数を増やしたいのでしょうかね。おじいが気づいた通り、結局は安くない新たなトラップですね。足とか腰、背中の骨折って後々響いてくる可能性もあるので、まずは明日病院に行ってレントゲンを取ることを示しましょうってね、今日行ってきましたね。ご心配おかけしておりますね。今6社人切れてきてるんで痛いんでね、とりあえずシャワーは浴びたいんで、今日も汗だくだったからね、すき家に行ってくるだけでももう汗だく、もうびっちょびちょ、もう休み休み行って、もう途中で折り返しないしね、疲れた本当で1時間半ぐらいバタンキューになったけどね、本当ね。まあでもね、結局安くないんだよ、ね、安くないし使えないし魅力がないし、ね、それを今なんでこのタイミングで出したんだろうってちょっと不思議なんだね。ね、もっとなんで他のものを絡めないんだろうっていうね、その楽天モバイルのなんか楽天会社みたいなのがなんかあるじゃん、なんかで、ああいうものも絡めてその基地局みたいなものをねこう増やすのにちょっと頭を使って、で企業さんのところに置いてもらってね、こうウィンウィンの関係になれるような感じで、そんな基本料金無料でしょ、だって会社側から取ってそんなにプラスにならないんで、だったらウィンウィンの関係になるようなね、なんかその提案だよね。そういう基地局みたいなのをこうお貸してもらう代わりにね、こういったものを使わせますみたいな、そっちをやって他の一般の人たちがつながるようにする、そっちの方に頭使った方がいいんじゃないかなと思うけどね、どうなんでしょう。はい、次はね、アトムさんだね。得意先と電話品質でダメだったら最悪な事態起きる可能性あるからまだ怖いですね。プラチナバンドにしてからスタートすればいいのにって焦ってるのかな、ね、ちょっとこの先ちょっと開き忘れちゃった ね。で、あと思うんだけど、その企業は企業でね、企業はちゃんとした回線をもうビジネスのツールとしてやっぱちゃんとしたものを持ってるし、そのだから今回の楽天モバイルの提案っていうのはまだ企業5年以内でね、何回支援かのちっちゃいところは、じゃあみんなコンピューターの中に入ってるな、じゃあみんなフリーソフトで、基本的にフリーソフトでやってるのっていうね、中古のね、よくなんかドスパラで山積みになってるような中古のとかなんか買ってきて、古いやつね、よくビラ巻きで入るような数千円のね、レンタル地みたいな、そういうのでフリーソフトを使ってなんとか宿泊やってるんですかみたいな、もうそこまでのそういう時代じゃない
本当ね。はい、あれバグってるね、まあ、ウィンドウ姿勢はねバグっちゃう。はい、畑さん、おじい大丈夫か。大丈夫ではないよ、昨日の大事件ですね。激なおじいの事件簿ね、足くじって骨にひびが入る、それ以外にもハプニングを進展するよ。おじい病院行けば治り早いよね。まあ固定してもらったからね。でも痛いよ、痛いのは治らないよ。今ロキソニン切れて痛いよ。でご飯食べないとお腹空いてるけど、もう敷屋に行ってくるの嫌だし、コンビニ歩いて町場勢で行ってくるの無理だし、結局このうちから出れないよ、本当ね。そこ困った。まだ引きずれる状態の足が痛いならまだしも、もう触ると痛いから、こうやって上げてる状態の完全に一本足っていうのはね、つらいよ本当ね。企業から楽天法人プランは人気ないですね。アプリ通信は連絡するときいちいちアプリを使わないと課金になるので、折り返し電話するには不評ですね。何件か知り合いから聞かれたけどやめとけ言っといたね。そうだよね。だ本当ね、今起業してスタートしてるところっていうのは、もう今何かしら会社を持ってる。でこじんまりやってるのはみんな個々に個人的に契約した楽天モバイル使ってるだろうし、こんなのに申し込む会社は個人個人でみんな各自楽天モバイル使ってるんじゃないのそのレベルじゃないの、ね、でも楽天モバイル、でも仕事で楽天モバイルはね使わないと思うんだけど、でもいろんな若い営業の子ってプライベートとは別に仕事用でね一個持ちなさいって多分会社から言われると思うんだけど、そんな時にやっぱり楽天モバイル持つ若い子って多いと思うんだよ。だそういう子は成績が悪いと思うよ本当ね。でなんか会社のね、会社のせいにはしたいけども、なんかああだこうだ別の言い訳をしたいとかねするわけでしょ。絶対ねうまくいくわけがない。だって自分がそれ経験してるもん。楽天モバイル会社持ってる人で営業マンってろくな感じじゃない本当ね。絶対ダメだよ、ね、はい。それだけでね、今回はまあ短いけど、おじい今からお風呂入るんでね終わりたいと思います。まあ、この話題でも全くみんな興味ないかなと思ったけど、でもやっぱりみんな何かこう一言コメント投げてってくれるんで、やっぱり楽天の話題ということでやっぱ気になる人は気になるんだろうね。でもどんなに考えてもサービス内容を見るとメリットっていうのがどこにもないよね。今使ってるものから楽天モバイルに要は移動するメリットもないし、で増やすメリットもないし、あと今契約してるのもね、それでもシステム構築してるだろうからね、それをわざわざ崩してっていうのもどうなんだろうね。だから本当にその楽天モバイルが開発した自社のね、なんか便利なアプリとかセキュリティとか、そういったものが、がっちりしたものが使えますよとか、ね、こういうサービスが企業向けにこういうのを使えますよとか、あと企業用の会社はね、バックボーンが違うからね、高速でちゃんとしっかりできますよとか、普通の一般会社がね、定額で、ね、時間制限なしで使いたい放題でしょとか、何かしらがなんかないと、全くメリットがない。こんなんだって知識がないおじいが考えても美味しいところが一個もないんだもん、ね、で6ヶ月間基本料金がね、音声楽天リンクを使えばっていう音声プラスたった30ギガでしょ。30ギガで6ヶ月分、たかだかこんな税込みで3000円ぐらいを6ヶ月分ほれほれやるから、ほら こっちに移ってこいよってへこへこへこって来る企業って、そんな企業もともと成功したい企業だよねこの状態で。条件がでもびっくりしたね。端末を買うことっていうのがすごいびっくりしたね。あれ1回線あたりの値段で、だから30回線からが何だかって書いてあったと思うけど、だ その回線の分だけ買いなさいってことだから、一人誰かが
端末使えば他は SIM だけ配るのか、それともあの全部なのか、ちょっとあんまりよくわかんないけど、あんまり魅力ないよねこれね。はい、それだけでね、皆さんもなんかこう、いやいやおじい、楽天リンクのビジネスプランってこんなのがいいんだよとか、え、ここ見落としてるよとか、いや、こんなにいいよ、個人のやつとは違うんだよっていうところが気がついた方がいたら、いろいろ教えてください、ね、パッと見た感じ、あの全体的に見たけど、魅力のある内容は何もなかったです。おじいが見た限りはね、おじいだめ、節穴さんだからね。はい、そんなわけで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。